アッセンブル、こんにちは。どうも、エルライトです。本日ね、月曜日なんですけど、まあ時間があったということで、動画をね、あげようかなと思っております。はい、ってな感じで、10月はね、月曜は休む休まないあると思うんですけど、まあこうやって暇があればあげようかなと思うので、よかったら見てってください。よろしくお願いします。で、そうですね、まあ僕の動画を上げる時間っていうのは夕方の5時から6時くらいの間が多いんですね。なので、そこの時間帯に上がってなかったら、まあその日はないんだなということで認識お願いします。はい、ということで第7試合ね、やっていくんですけど、オッケー、相手は千賀さんですね。まあ千賀さんは、まあそうですね、これの千賀さんはスプリームないんで、そんなになんか強いみたいな意識はしなくていいかな。本当に速球派ピッチャーっていうのは、このストレートツーシームに振り遅れない、それさえできてたら多分大丈夫だと思う。変化球とかもまあまあ対応できると思うんで、うん、まあ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 、今のはちょっと分かんなかったからカットしたけど、あー、ナイスボー、それはやられた。てか変化量マイナス1か。そうか、そうだよね、変化量マイナス1も意識しなさいっていうのをね、忘れてましたな、自分が忘れてました。皆さんは意識してください。変化量マイナス1は意外と刺さる時ありますから、ああいう感じでね。普段ならボールでしょっていう球がストライクになる時があるんで、気をつけてください。はい、やらかした。はい、ということでね、1回裏抑えていきたいと思います。相手打率が4割2分ぐらいだったので、まあちょっと警戒しながらやっていくんですけど、まあ今の外の球を引っ張ってるんで大丈夫かなとは思うんですが、どうでしょう。ちょ、何してんの。おい、こういうところでエラーは痛いよ。はっ、列、あー無理か。どうしよう。ピッチャー変えるか、変えた方がいいかもしんないな、これ。ピッチャーを変えましょう。うん、ちょっと早いですけど、今日なんか打てるイメージそんなないんで、うん、自分のバッティングが不調の時は抑えて勝つ、これにシフトした方がね、勝率は多分上がると思うんで、 OK、 早め早めの系統も大事ですね。さあ、ちゃんとタイピングがついたんで、まあまあボール球先行でいいかな。1球ストライク、 OK。 で、こっからはまあボール球を投げて相手が振ってくるのを待つ。うん、振らないね。もう1球いこう。これはボールよ、絶対ボールよ。 OKOKOK。 さあ、ここ勝負だな。いや、1球ちょっと見ます。この人張ってきそう。おお、振らない。うーん、じゃあちょっと怖いけど頼む。多分詰まるか、見逃す。 OK、 よし、耐えた。はい、ということで2回表の僕の攻撃はまた2点追加して4点差になって、2回裏に来たよという感じです。まあそんなになんかホームラン打ったり、なんか見どころという見どころはなかったんで、多分カットになってると思います。はい、まあ、ヒットでつないで2点追加したよって感じですね。さあ、先頭バッター出たんですけど、まあこことオッケーオッケー、無理か。うん、オッケーオッケー。いやー、タイピン出ない。まあでも4点差あるんで、まあここ一発いかれてもいいぐらいの気持ちで強気の配球でいこう。オッケー。ここはさっき詰まったんで、もう一球通信で、ここで大きい方、ちっちゃい方張ってるだろ。オッケー、よし、取れるよ。オッケー。さあ、ツーアウト。ここは代打かな、さすがに。あ、代打しない。ああ、するよね。うん、タイピンつけ、頼む、タイピンついてくれ。カブレラ、ほうほう。あー、タイピンはつかない。まあまあ、ここは全然オッケー、全然オッケー、打たれてもオッケーな気持ちでいく。オッケー、ということで2試合目いきます。はい、ということで2試合目やってまいりましたよと。今度は僕が千賀さんを使う番ですね。さっき使われたんで。で、相手ピッチャーが久しぶりに石川さんでしたね。石川歩夢さんです。はい。
なのでシンカー2種に気をつけてバッティングねしていこうかなと思います。さあ2アウトね取りましたね。ここはねフォークかな。うん、まあ見逃すか空振るんじゃないですか。ありゃー、それ打つ。はあ、なんだろうこの人、わかんないな。でもツーシームストレートには振り遅れてるんだよね、さっきから。ああ、カットボールもついてくる。怖いな、何なんだろう。ちょっとここで一球様子。おお、やっぱ振らないよなそういう。え、分からん、詰まるよな。 OK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 、 よし。はい、ということで1点ね。まあ1点ぐらいだったら多分返せると思うんで大丈夫だと思います。さあバッティングですね。石川さんはね、まあもうそんなに苦手意識ないかな。うん、なんか石川さんが出た当初、うん、シンカー2種がまあちょっと強いよみたいな言われた時期あったじゃないですか。そん時は僕もちょっと苦手意識あったんですけど、さすがに対戦がね重なってくると、まあそんなに苦手意識はもうないですね。大会もそうだから、うん、見分けつくとねもう打てちゃうよって感じですね。さあ、おお、これはもう打つんじゃないですか。特の全出しですよ。さあ行きましょう。はい、まさかストレートで来ると思わんやんか。マジかよ、ごめんな、インコースめっちゃ流しちゃった、許して。まあ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 、ああいうヒットもねたまにはね打たないとね、いいじゃないですか。はっ、えっ、マジ、ちょっとずれてたか。マジか、今の、うわー、打てたと思ったな。いや、変化量マイナス1か、そうか、また見てなかった。みんなマジで気をつけて、変化量マイナス1ってね案外マジで曲がらないから、うん、本当に厄介。さっきの千賀さんも厄介だったけどね。変化量マイナス1今日やられるね。うわー、これも打ち上げる。マジか、全然曲がらんやん。はい、ということで2回表は0で抑えることができたんで、ラストねこの回点取って終わりたいと思います。これぐらい月曜日はねまったりしてお届けするのもいいんじゃないですか。はっ、ダメか、早かったか。さあ次ね、カットボール。おい、シンカーかい。ここはね一球ボールに超高速シンカーきます。僕だったらそうなる。ストレート、なんだその配球は。この人よくわかんないんだよね、バッティング。うわ、なんでストレートそんな投げんの。バッティングの時もさ、向こうがね、向こうがバッティングの時も何張ってるかわかんなかったんだよね。うん、初回の僕の様子見てくれたらわかると思うんですけど、この人何張ってんだろうっていうのはちょっと怖い、怖かった。でピッチングもさ、なんか予想外なことしてくるの。どんどんストレート投げてくるじゃんこの人。うわー、これも打ち上げる、やばい。延長いくかこれ。あー、マジ、この回で決めようと思ったのに。皆さん延長いくかもしれません、ごめんなさい、動画が長くなるかもしれないけど見て。お、ほら、なんでそんなストレート投げんの。ちょっとこれ石川さんの時ストレート捨ててんだからやめて。なんでそんな投げんだよ。まあ長期してくれたから助かったけど。さあ、あー、イチローさん出たね。さあここはねさすがにシンカーから入る。なんでストレートなんだよ、もう意味わかんないんだけど、なんでそんな逆を。まあ逆行くことは大事だけどね、配球で。うん、確かにまあ予想外なことするのもいいけど、さすがにもう打つよストレート次来たら。さすがにもうつまらん。さあカズマさん決めてくれ、頼むで。俺たちのカズマは打つんじゃい。はい、俺たちのカズマは打つんじゃい。はい、オッケー、ありがとうございました。